ニート東京に森田さんは激アツの俺得とツイートしていただいたんですけれども、激アツの理由？もともとスケーターなんですよ、自分。スケボーをやってて、で、その後にラップを始めたみたいな感じで。で、森田さん結構、その震災の後福島に来てて、自分も結構会って話してもらったりしてて、で、一回森田さんにもビデオを撮ってもらってる、まあ使われなかったんですけど、ビデオとか回してもらったりしてて、なんかもう、東京っていうか日本のスケートシーンを作った一人じゃないですか。そこに目つけるのすごいなと思って。